リトアニア語は、主に、リトアニア及びその周辺国の一部の地域で、用いられている言語。インドヨーロッパ語族のバルト語派に属す。リトアニアの公用語で、和社人口はおよそ302万人。漢字表記では、里とアニア語、省略型は、里語。リトアニア語は主に、リトアニアで話されている。その他にもベラルーシ、ラトビア、ポーランド。 カリーニングラード州に住むリトアニア人の間でも話されており、またリトアニア系移民も含めるとアイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イギリス、ウルグアイ、エストニア、オーストラリア、カナダ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、ブラジル、フランス、ロシアでも話されている。リトアニアでは280万人、2012年が リトアニア語を母語としている。また2013年の統計によると、ポーランドにおいて5050 50人の和者がいると報告されている。リトアニア語は、リトアニア共和国の公用語で、また欧州連合の公用語でもある。リトアニア語の方言。黄赤、茶色は、ジェマイティア語。緑、青、紫色は、アウクシュタイティア語。リトアニア語には、 主に内陸側のアウクシュタイティア方言と、海岸側のジェマイティア方言の二つの主要な方言がある。標準語とジェマイティア方言の違いは顕著である。現在のジェマイティア方言は13世紀から16世紀に、クロニア語の影響を受けながら形成されていった。これらリトアニア語の方言は、リトアニアの民族史上の地方と強く関連している。二つの方言は、さらに、 それぞれ三つずつの解放言に分けられる。ジェマイティや方言には、西部解放言、北部解放言及び南部解放言があり、アウクシュタイティや方言には、西部解放言、東部解放言、及び南部解放言がある。解放言は、さらに細かな話し言葉に分けられる。リトアニア語の標準語は、西部アウクシュタイティや方言をもとに作られているが、語彙などは、 他の方言からの影響も顕著である。リトアニア語の表記には、以下の32文字からなる、ラテン文字を用いる。ダイアクリティカルマークのついた9文字を含み、Q、W 及び X は含まない。ただし、外国語の表記にはこれらが用いられることもある。リトアニア語の辞書では、通常 C と D の間に、が、S と T の間に、が、Z の次に、 が来るように並べられており、A と、E と、と、I と、と、Y、U と、と U はそれぞれ区別しない。Y が X と Z の間ではなく、I やと区別されずに並べられている点で、他のラテン文字を用いる言語とは異なる順序となっている。基本的には一字一音であるが、dz、d および ch は、それぞれ二字で一音を表す。また、ぼいんは、もともとあった。 微母音が長母音に変化したため、現代では、A 及び E が、アクセントの関係で長母音化した時にそれぞれ及び、と同じ発音になり、Y は、と、U は、とそれぞれ同じ発音になっている。二重母音は、基本的に、I、AU、A、I、E、U、うの6種が存在する。また、今後二重母音として、AN、AM、R、R、e,、EN、M、e,、ER、L。 イ,ンイムアイア ir、いる、ウンウムユアウルが存在する。これらはいずれもひとまとまりの音として扱われる。例えば、ティルテズ、ハシヤ、スバーベリス、スズメのいる、ir のように後ろに、他のシーンが続いているものは、混合二重母音であるが、ジラズ、白髪のやきびらず、バケツのいる、ir のように後ろが母音であるものは、混合二重母音には当たらない。 アクセントは単純な強弱アクセントではなく、成長と呼ばれる音節内での音の工程に、音の強弱、長短、および母音の質が関わった、複雑なものとなっている。このため、リトアニア語が純粋な音調を持つ言語であると断言するには、難がある。リトアニア語の伝統的な辞書においては、アクセントを表すための記号として、グラーベ、アキュート、 チルダの3種類が用いられる。これらの記号は、通常の聖書法においては表記されないが、同じ表記でもアクセントが異なる語を区別する際には、用いられることがある。グラーベ、アキュート、チルダは、基本的には、それぞれ単アクセント、過去アクセント、上昇アクセントの3種類のアクセントに対応している。単アクセント、ボインに置かれる。なお、 他の2種類のアクセントとの統一性から、トランパインプリゲード、単音調という用語が用いられることがある。ただしこのアクセントは短すぎて聞き取りにくいながらも、口述する加工アクセントか上昇アクセントが実体となっており、単音調と呼称するのは便宜的な側面が強い。加工アクセント、超母音や二重母音に置かれる。ただし、混合二重母音、IR、ア いる、うん、うむ、ゆわ、うるの、加工アクセントを表す際には、例外的に最初の母音をそれぞれ、で表す。上昇アクセント、加工アクセントと、同様、超母音及び二重母音に置かれる。アクセントタイプリとアニア語では、名詞や形容詞が各変化する際に、アクセントの位置や種類が変化する場合と変化しない、場合とが存在する。 この規則性を捉えるための概念がアクセントタイプである。このアクセントの型は大まかに4種類のものに分けられる。基本的には1つの語に対し1種類のアクセントタイプが設定されているのが原則であるが、中にはオークシーズ、金のようにとの2通りの型を持つ語も存在する。以下では名詞とともに各アクセントタイプの特徴を説明した後、 形容詞のものについても触れていくこととする。名詞タイプどの角変化でもアクセントの位置が変化しない。二音節の名詞であれば、最初の音節に必ず加工アクセントが来る。しかし、三音節以上の語であれば、5末から3番目の音節以前に単アクセントや上昇アクセントが現れる場合もある。なお、語尾が低 A である名詞は、 このの方のもの以外はすべて主角単数形の語尾に必ず単アクセントが来る。タイプ大部分の角変化において5末から2番目の音節に単アクセントもしくは上昇アクセントが来る。この方の名詞のいずれにも共通する要素は対角複数形及び具角単数型において語尾に単アクセントが現れるという点である。タイプ上記2つの方に比べ、 核変化した際に語尾にアクセントが現れる割合が多い。二音節の語であれば、語頭に現れるのは加工アクセントである。また、三音節の名詞に、はとの区別が存在する。異なるのは、語頭にアクセントが来る場合には、前者が加工アクセントを持ち、後者は単アクセントないし上昇アクセントを持つという点である。および型名詞の中には、 四角単数型は二音節であるものの、角変化すると三音節に変わるものも含まれる。形容詞音節の数や語尾の形により、現れるアクセントタイプの種類が異なってくる。二音節二音節の形容詞のアクセントタイプは、基本的におよびの二種類に対別される。なお、語末が引く低圧でつに属する形容詞の中には、の方で読まれるものも存在する。 三音節以上三音節以上の形容詞にはの方に属するものが多い。語尾にイングアズを持つ形容詞もその大半が型である。イニスで終わる形容詞のアクセントタイプ墓である。しかし、三音節かつアズで終わる形容詞に早に属するものが存在し、アズで終わるものにはの方に属するものが存在する。男性、女性の文法上の性を備えていることは、 もちろん、七つの核を有する点、及びその他の点から、インドヨーロッパ祖語に、最も近い形式を残した現代語の一つとされる。リトアニア語の名詞及び、形容詞には、性の区別が存在する。名詞には、男性名詞と女性名詞があり、中性名詞は存在しない。形容詞に関して言えば、名詞を就職する者の,の性は、名詞の性に一致し、 名詞を修飾しないものは中性となる。リトアニア語の角には以下の7つがあり、インドヨーロッパ語族の中でも古い特徴を持つ。以上の日本語訳はあくまで目安に過ぎず、実際は単語や文脈によって異なる日本語に訳される。また、古いリトアニア語には、入り角、切角、広角も存在していた。現代でも、方言などで見られる。 戦艦機リトアニアで発行されていたニリタス効果。DU リクと総数型で表記されている。数に関して言えば、現在の標準語では一つのものを表すときに、単数型が、二つ以上のものを表すときに、複数型が用いられる。ただし、不可算名詞については、単数形もしくは複数型のみしか存在しない。また、加算名詞であっても、 単数型が存在しない名詞もある。リュリーズ、ヤンサイ、など。なお、かつてのリトアニア語には単数型や複数形の他に二つのものを表す総数型も存在していた。現在では、方言などでは総数型が残っている地域もあるが、代名詞以外では、標準語では一般には用いられない。リトアニア語の代名詞には以下のものがある。 認証代名詞リトアニア語における認証代名詞は以下の通りに格変化する。二認証を表す代名詞のうち、つは単数で称、心証、樹は単数で継承もしくは複数を表す。また、三認証を表す代名詞は、彼、彼女、彼ら、彼女らといった人に関するもののほか、ものに関しても用いられ、それ、それらとも訳される。 なお、あなたの、彼女の、といった、所有代名詞は、一人称単数、二認証単数及び再起代名詞を除いて、認証代名詞の属格と同じ形となる。一人称単数、二認証単数、再起代名詞はそれぞれ魔の、多ぼ、サボである。日本語には、の、あるいは、の、ものと訳され、英語の前に当たる語と前に当たる語を、区別しない。 区別する場合には、モノス、モノ私の、タバス、タバあなたの、サバッシュ、サバ自分のという形容詞的変化をする語、あるいはマニスキーズ、マニスク私の親族、友人、ティビスキーズ、ティビスクあなたの親族、友人、ミュージスキーズ、ミュージスク、私たたちの親族、友人、ジャシスキーズ、ジャシスクあなたたちの親族、友人という単語を使うことがある。また、 二人を表す場合、二を表す数字が組み合わされた、別の認証代名詞で用いられることがある。これを、総数の認証代名詞と解することもできる。格変化は、以下の通りとなる。疑問代名詞リトアニア語の疑問文には、以下の疑問代名詞が用いられる。人と物は区別されないため、日本語では、何や、誰と訳される。ただし、威嚇を問う、疑問文では、 以下に示した亀はほとんど用いられず、どこを表すかが用いられる場合がほとんどである。関係代名詞リトアニア語の関係代名詞は、以下の通りに、格変化する。場合によって、クリーズの代わりに、ことらずが用いられる場合もあるが、標準的ではない。指示代名詞リトアニア語の指示代名詞は、以下の通りに、格変化する。なお、 セタスという指示代名詞が用いられることも多い。これは、シスと同じく、このを意味し、核変化は、タスと同様の変化をする。女性単数主格は、セタ、複数主格は、男女それぞれ、シティ、シートスである。すでに言及済みの人物、動物、物、現象を表す際にはタスが用いられることが多いが、稀にシスやセタス、アナスなども用いられる。 リトアニア語の指示代名詞は他の言語の定冠詞のような役割を果たすこともある。また、同じを表す指示代名詞たスパッツは以下のように核変化する。リトアニア語の名詞は以下の通りに核変化する。核変化の規則性に応じて第一変化から第5変化まで5つに分類される。第一変化第一変化に分類される名詞は男性名詞である。 単数主角が低い図である点では、第三変化に分類される名詞と同じであるが、角変化が異なる。単数主角が低い図で終わる名詞は、上記の表の通り基本的には、個格の語尾はいいとなるが、一部例外もある。なお、固有名詞の敵イやスは、異角が、例外的に敵イ,イエではなく、とこわいえとなる。第二変化第二変化に分類される名詞は、基本的に、 女性名詞である。ただし例外として、DD やカリーが同僚など、男性名詞であるが、第二変化に分類されるものもある。なお、リュックドは、単数主格は、語尾が低であるものの、それ以外では、セスオと同様の格変化をするため、第二変化ではなく、第五変化に分類される。第三変化第三変化に分類される名詞は、女性名詞であるが、例えばダンティス。 デボシス、ペティーズ、バジャイズ、スベリスなど、男性名詞でも、第三変化に分類されるものもある。単数主格が低い図である点では、第一変化に分類される名詞と同じであるが、格変化が異なる。また、第三変化に分類される名詞の中でも、アキズのように、格変化するものとダンティスのように、格変化するものがある。 第四変化第四変化に分類される名詞は男性名詞である。このうち単数主角が引くユースで終わる名詞は複数型は第一変化と同じ格変化をする。第五変化第五変化に分類される名詞は不規則に格変化をするもので基本的には男性名詞であるがセスオは女性名詞である。また同じく女性名詞のデュックドは 単数主角は語尾が低であるものの、それ以外では、セスオと同様の角変化をするため、第五変化に分類される。なお、男性名詞のメニューをガツは、一応第五変化に分類されるものの、単数属角や複数型などは、第一変化と同様の角変化をする。尺用語尺用語の多くは、語尾の変化などのリトアニア語化により、上記5つのいずれかで、 各変化するに由来するコンパイエタリスは語尾がイズとなり第一変化に分類される。しかし中には無変化名詞として外国語の綴りもしくは発音のまま用いられるものもある。無変化の名詞の性は語尾がイ、オウ、ユーの場合は男性名詞としてエーの場合は第二変化の名詞と同じ語尾を有するために女性名詞として用いられることが多い。 しかし、校舎の中には、性が未だ定まっていない名詞もある。中でも、特に、アビニュー、カカドゥ、ツリー、ターン、カラテ、キュペ、仕切り客室、フランス語の、キュペに由来、コリエ、アンプルアの7単語は、性が定まっていない名詞として挙げられる。その他の無変化の名詞の例、動詞から派生した、名詞動詞から派生した名詞にはいくつか種類があるが、 最も基本的なものは語尾がマスで終わるものですることを表す。第一変化の名詞と同じ格変化をする。不定形がイティで終わる動詞はイティをイマズに変えることで作られる。それ以外の動詞は三人称過去形の最後の母音をイマズに変えることで作られる。なお、再起動詞から派生した名詞は語尾がマシスとなる。格変化は 以下の通りとなる。その他にも、動詞から派生した名詞の中には、規則性が見られるものがある。単純系リトアニア語の形容詞は、男性単数の語尾が引くアズのものは、第一変化、アスのものは、第2変化、イズのものは、第三変化に分類される。それぞれの変化は、以下の表の通りである。ただし、ディデリーズ及びカラスは、男性は、 1> 第1変化に準じた変化をし、女性は、第3変化に準じた変化をする。第1変化、第2変化に分類される、形容詞は、その語尾を変化させることで、中性形の形容詞やあるいは副詞としても用いられる。第1変化に分類される、形容詞の中性型は A、副詞は I となる。また、第2変化に分類される、形容詞の中性型は U。 副詞はアイとなる。第三変化に分類されるものは、基本的に材質や性質に関する形容詞であるため、中性型や副詞は存在しない。比較級、最上級、よりを表す、比較級、最もを表す、最上級はそれぞれ以下の通りに変化する。ただし、上記の通り、第三変化に分類されるものは、 基本的に材質や性質に関する形容詞であるため、比較級や最上級は存在しない。その中でもディデリーズは、比較級や最上級を持ち、それぞれでデデズニーズ、ディドジアウジュとなる。その変化も、例外的である。また、年を取っている及び、古いを意味する形容詞セニアスは、年を取っているという意味では比較級や最上級を持たず、 比較級センナズニーズ及び最上級 C 二樹はそれぞれより古い、最も古いという意味となる。年上のを表す場合はバイレズニーズ、最も年上のを表す場合はビリオジュが用いられる。なお、比較級及び最上級は、それぞれの四角の語尾に合わせて通常の形容詞と同様に格変化する。限定形、限定形の形容詞は、 非就職名詞を限定したり特定するために用いられる。限定形の形容詞は以下の通りに変化する。なお代名詞や数詞、あるいは分詞にも限定型を取るものがある。リトアニアの動詞は不定形の語尾がすべてから t となっている。ただし、再起動詞は t ズとなる。いずれの動詞においても三人称は単数と複数を区別しない。 リトアニア語の動詞には、直接法命令法接続法の三つの方がある。直接法存在動詞リトアニア語のブーチという動詞は、存在動詞と呼ばれ、英語の B 動詞にあたるものであり、日本語では、である、いる、あるなどと訳される。文においては現在形はしばしば省略されるが、過去形の場合は省略されることはない。また、存在動詞ブーチの過去形には、 知ったことがあるという表現のように英語では現在、官僚型で表されるようなものもある。これは、存在同士の現在形と存在同士の過去、能動分子の組み合わせでも、同様の表現がなされる。両者の実質的な際は、ほとんどないが、過去の経験を現在においても有している点を強調する場合には、後者が用いられる。ブーチの現在形は、 他の動詞とは異なり、以下の表のように三人称が不規則的に活用する。過去形の活用は規則的である。なお、存在動詞の現在形には、上記の他に、以下の形をとるものもあり、一般的に多く用いられる。これには、必ずしもそうとは、言い切れないものの、大抵の場合はである、ではないといった意味合いが含まれている。一般動詞一般動詞は、 主語に合わせて、以下のように語尾が変化する。現在形は、主語が三人称の際に A となる動詞が第一変化、I となるものが第二変化、O となるものが第三変化に分類される。また、過去形は、主語が三人称の際に O となる動詞が第一変化、となる動詞が第二変化に分類される。また、一般動詞の過去形には、 したことがあるという表現のように英語では現在、官僚型で表されるようなものもある。これは、存在同士の現在形と、一般同士の過去能動分子の組み合わせでも、同様の表現がなされる。両者の実質的な際は、ほとんどないが、過去の経験を現在においても有している、点を強調する場合には、後者が用いられる。また、一般同士の否定型は、 現在形、過去、形ともに、単語の頭にね、マイナスを付して表現される。リトアニア語の動詞の中には、不定型、現在型、過去形の間に、規則性が見られるものもある。一般動詞再起動詞の現在形と過去形は、主語に応じて、以下のように変化する。なお、説頭時がつく場合や否定形の場合は、しマイナスが前に移動する。 直接法リトアニア語の動詞の習慣過去形は、過去に何度も行っていた行為を表現するときに用いられ、習慣過去形の動詞は日本語では、していたものだとも訳される。不定形の語尾を変化させて表現される。習慣過去形の否定は、現在形や過去形などと同様に単語の頭にね、マイナスを付して表現される。直接法リトアニア語の動詞の未来型は、 不定形の語尾 T を変化させて表現される。原則として、1認証単数の語尾は SIU、2認証単数の語尾は S、3認証の語尾は S、1認証複数の語尾は s め、i 2認証複数の語尾は Sight となる。未来形の否定は、現在形や過去形などと同様に単語の頭にね、マイナスを付して表現される。ただし、不定形の語尾が引く、 エスティもしくはゼテである場合は、以下のように変化する。また、不定形の語尾が引く、エスティもしくはゼテである場合、以下のように変化する。五感が一音節のみで構成され、さらに母音で終わる場合、三人称の未来型は長母音のお及び U はそれぞれ単母音のお及び U に変化する。一人称よび二人称については長母音が維持される。ただし例外として、 バイッティ及び私有地の三人称未来型は、ビスやセウスとはならずにビーズやセウスとなる。後者は、シャスティの三人称未来型セウスとの混同を避ける、ために長母音が維持されている。五感が一音節であってもその後に、さらに死因が続く場合は、長母音が単母音に変化することはない。五感が二音節以上で構成される場合も、母音の長さは変化しない。 命令法リトアニア語の動詞の命令法は、不定形の語尾 T を変化させて表現される。命令は、通常に認証単数で表現されるが、二認証複数が用いられる場合は、丁寧な依頼として表現される。また、命令法が一認証複数で用いられる場合は、勧誘を表している。命令法の否定は、単語の頭にね、マイナスを付して表現される。なお、 不定形の語尾が引く、クッチもしくは字手である場合は、以下のように変化する。接続法リトアニア語の接続法現在形は、現在の事実や近い未来に起きるべき事実に反する、過程を表現するときに用いられる。また、主語に当たる人の意志、願望などを表現するときにも用いられる。不定形の語尾 T を変化させて表現される。なお、二人称複数には、 上記のマイナス中目テの他につてなどの形を取るものもあるが、交互では一般的ではない。過去の事実に反する過程などを表現するときには、接続法過去形が用いられる。これは、接続法現在形の後に過去能動分子の主格を続けることで表現される。分子リトアニア語には、多くの種類の分子が存在し、書き言葉のみならず、 話し言葉でもよく用いられる。リトアニア語の分子は、性や、数、核に合わせて変化する形容詞的分子と、変化しない副詞的分子に分けられる。以下に示す分子のうち、現在能動分子、過去能動分子、習慣過去能動分子、未来能動分子、現在受動分子、過去受動分子、未来受動分子、必要分子の8つが、前者の形容詞的分子であり、 現在副分子、過去副分子、習慣過去副分子、未来副分子の4つが、副詞的分子である。なお、半分子は、性や数に合わせて変化するものの、核変化は持たず、そのため、形容詞的分子でも、副詞的分子でもない。現在能動分子現在能動分子は、ある物体の現在における特徴、あるいは、 特に継続を表す節字 B マイナスとともに、進行性を表現する分子である。名詞を修飾し、日本語では、している、などと訳される。現在、能動分子は、非修飾後の名詞の前にも後にも置かれ、その名詞の性数、角と一致する。なお、男性主角は、単数、複数ともに、短縮型があり、現代リトアニア語においてはいずれもよく用いられる。 また、再起動詞の現在能動分子には、窃盗時の B、C マイナスが付される。なお、現在能動分子が、述語的機能を保つ場合、常に、窃盗時の B マイナスが伴う。過去能動分子過去能動分子は、ある物体の過去における特徴を動詞を使って、表現する際に用いられる。名詞を修飾し、日本語では、下、などと訳される。 過去能動分子は、非終職後の名詞の前にも後にも置かれ、その名詞の正、数、角と一致する。また、過去能動分子が、存在同士、ブーと組み合わせて用いられることで、経験などを表される。存在同士が現在形の場合は、存在同士の現在形と過去能動分子の組み合わせの代わりに、動詞の過去形を用いて表現されることもある。 存在同士が過去形の場合は、過去において、すでに経験を有していたことが表される。また、過去能動分子は、第二の述語としても用いられ、すると、して、した後で、してから、などと訳される。文の述語と同じ主語だが、異なる時間を表す点で、半分子とは異なる。述語と異なる主語の場合は、過去能動分子ではなく、過去副分子が用いられる。 習慣過去能動分子未来、能動分子未来能動分子は、ある物体の未来における特徴を動詞を使って表現する際に用いられる。名詞を修飾し、日本語では、する、などと訳される。未来能動分子は、非修飾後の名詞の前にも後にも置かれ、その名詞の性数、格と一致する。なお、男性主格は、単数。 複数ともに短縮型がある。現在受動分子現在受動分子は、一般同士の場合は三人称現在形に語尾ます、間をつけて作られる。存在同士の場合は三人称現在形から作られるわけではなく、以下の表のように、エサの後にます、間を続けることで表現される。また、中性型は男性単数主角形の語尾 S を省くことで作られる。 また、形容詞と同様に限定型が存在する。格変化は、以下の通り。過去受動分子未来、受動分子必要分子必要分子は、なければならないという意味を表す分子で、動詞の不定形 t の後になず、名をつけて表される。必要分子は、形容詞の第一変化と同様の格変化をする。また、形容詞と同様に限定型が存在する。格変化は、 以下の通り、半分子半分子は状況語として機能する分子で、分の述語と同じ主語で同じ時間を表す。日本語には、死、ながら、などと訳される。分の主語に合わせて、性や数が変化するが、核変化は持たない。不定形の語尾を変化させることで表される。また、半分子の前に、前置シプライズが付されると、日本語では、 する前にと訳される表現となる。現在、副分子過去、副分子習慣過去、副分子未来、副分子、ブーディニース、ブーディニースは、動詞の意味を強める働きをするものである。動詞不定形の五感に手を付加することにより得られ、元となった動詞を伴って表される。アクセントの位置は、五感が加工アクセントの場合はそのままで、上昇アクセントや単アクセントの場合は手に移る。 窃盗言葉付き同士の窃盗時や再起同士の再起要素はブーディニースには反映されない。例、奇数詞1から11から9までの奇数詞は名詞の性と格に一致して格変化する。中でも4から9までは同様の格変化をする。2が他の品詞と大きく異なる格変化をするのはかつてリトアニア語に存在していた総数形の名残である。 十は、性を区別せず、核変化もしない。また、十の場合は後に続く名詞は必ず続角となる。これは、デシムトという数詞が、名詞に由来するためである。なお、十を表す言葉として、女性名詞のデシモティスが用いられることもある。これは、数詞のデシムトとは異なり核変化を有するため、核を明確にする必要があるときによく用いられる。 一を表す数詞、ビエナズは、日本語で、ある、と訳されるような場合には複数型にもなり得る。核変化は、以下の通り。なお、両方という意味の代名詞、アブ、アビも、数詞十、DVI と類似の核変化となる。代名詞、アブ、アビは、主角及び対角では、数詞十、DVI を伴って、アブズやアバイドビーとも表される。 11から19、11から19までの奇数詞は、同様の格変化をする。名詞の性は区別しない。また、後に続く名詞は必ず続格となる。20から99,20から90まで、10の倍数に当たる数は、10と同様に性を区別せず、格変化もしない。また、後に続く名詞は必ず続格となる。また、21から99までは、 合成数詞で10の位を表す数と1の位を表す数を組み合わせて表される。1の位の数詞に合わせて格変化する。基本的に後に続く名詞は複数型となるが、1の位が1の場合は単数型で表される。100集合数詞1から9までの奇数詞には、通常のもののほか集合数詞もあり、メタやデュリーズといった単数型がなく、 複数が確かない名詞には、この集合数詞が用いられる。助数詞助数詞は日本語では、爪、の、番、目の、と訳される。格変化は、形容詞と同じ格変化をする。21以上の場合は、奇数詞と同様に、10の位を表す数と1の位を表す数を、組み合わせて表される。全知詞の後に続く名詞などの格は、全知詞によって、 俗格、対格あるいは愚格を取る。なお、前置詞 P を及びアずは、その意味によって、後に続く格が異なる。その他の前置詞については、その意味に関わらず後に続く格が決まっている。後に俗格が続く。前置詞後に対格が続く。前置詞後に愚格が続く。前置詞リトアニア語の接続詞の例は、以下の通り。リトアニア語に、 最も近い現存する言語はラトビア語と言われている。ラトビア語もリトアニア語と同様に、インドヨーロッパ語族のバルト語派に属しており、両者の間には類似の文法的特徴や、共通の語源を持つ単語も少なくない。また、リトアニア語は、インドヨーロッパ語族の中でも最も古い特徴を有する言語であると言われており、サンスクリット語や古代ペルシャ語などとの共通点も、 指摘されている。その一例としてはリトアニア語のことわざが挙げられる。リトアニア語で、神は歯を下さり、神はまたパンも下さるだろうということわざがあるが、これはリトアニア語では、ディーバスデブダンティス、ディーバスデュオズアイアールデュノスと表現される。同様の表現は、サンスクリット語では、ダバスアドットダンティス、ダバスダシャチドンナズと表現され、ここには、多くの共通点が見られる。 また現代のリトアニア語には、借用語も多く、2 7 7 5語ある。借用語の大半はポーランド語、ベラルーシ語、ドイツ語に由来する。近年では、英語からの借用語も増えてきており、コンピュータを意味するコンパイエタリスは、英語のコンピュータに由来し、ロックアウトを意味するラクタスは、英語のロックアウトから来ている。リトアニア語、英語、日本語、ポーランド語、 ありがとうございます。